よならランドセル、さよなら集団登下校。今日から俺は中学生、 I'm 中坊。バスは大人料金。誰なんだよ。中学生だ。わかるよ。ああ、じゃあ俺たちで源泉行くわ。そこやりたくねえな。チョコアイス日本食い、さすが中学生。お、中坊じゃん。かわいいね。おいっけ。はい、はい、いけてねえ。どこや、どこで探せ。二人っきりだよ。うまいか。箱買い。俺はいけてる中学生になるぞ。そう、中学生、もはや小学生ではない。渋谷にだって行けるのだ、保護者抜きで。行こうよ渋谷。もう行こう行こうっつってあっという間に1年過ぎちゃったじゃないか。なあワタ、俺らもう中二だぜ。うん、母さんに聞いてみる。そういうことじゃなくて。ワタ、洗濯物。なんだよ、もう入るときノックしろっつったじゃん。新しいパンツ買っといた、3枚組。買うなよ。新学期始まったら身体検査とかあるじゃないのよ。いいよそんなの考えなくて。ってかもう勝手に入んなよ、もう出てけよ。おマジこういうのやめてほしいんだけど。もしもし、行こうぜ渋谷。パンツ買いに。下着はお母さんが買ってきてくれるから。あの、だからそういうことじゃなくてさ。B 組だ。 B 組だ。私もちょっと、また同じクラスだよ。ママリミミミやった。やれやれ、女子ってやつは。担任誰かな。あいつだったら最悪だよね。誰知らない。ウーなんとかって名前の。ウサキ。なんかニックネームがついててさ、ウーなんとかってなんだっけ。ここまででかかってんだけど。ウザケン。お、B やった。イエーイ。先生知ってる？うん、あ、去年3年の担任だった。あ、そうそう、うなんとか。ふざけん。まあ、別に誰だっていいんだけどさ。なんだよそれ。ねえ、うまいさ。あ、ねえねえ、うなんとかって先生知ってる？ふざけんだって。なに？いや、はよチーズ。なに、またあんたたちも同じクラス。なんかパッとしないクラスだよね。ねえ、担任の先生誰だろうね。んなことよりどうするよ。何が？渋谷だよ渋谷。今日あたりどう？今日さ、始業式で早く終わんじゃん。下調べはバッチリだからな。いいか、渋谷に行くには渋谷って駅で降りるんだぜ。うん、母さんに聞いてみるよ。だからそういうことじゃなくて。はい、座って。適当に空いてる席に座んなさい。出た、うなんとか。ふざけん。うわ、テストかよ。なんで、いきなりかよ。そう、いきなりだ。始業式だってのにな。しかし10分もあればできるような1年の簡単な復習だ。軽いウォーミングアップだ。はい、始め。ジョンは僕の友達です。誰だよジョンって。知るかよ。ジョンは週に1回渋谷に行きます。何、週1で渋谷。ジョン、なんて大人なんだ。ジョン、俺も連れてってくれ。ジョン。そうちゃん。え、テスト。おう。
ろそろいいだろう。後ろから集めて。あっ、では改めて自己紹介だ。まず私から。私の名前は宇佐木。うーさーき。今日から君たちの担任で英語を受けます。私はこのようにいつも黒板に書く字がいつもでかい。そしてすぐに消す。そして先ほど行ったようにすぐにテストをする。その上すぐに生徒を刺す。わっちゃねえ。名前。松木聡太です。英語で答えなさい。松木聡太。松木聡太。すいません。とこのようにでかい声を出そうと思えば出る時もある。シッダウン。では次君たちの番、行ってみよう。1番。クイズ番組の司会者みたい。そう、クイズ番組の司会者のようだと言われることもある。出席番号1番から自己紹介を英語でしなさい。言っとくが、マチュキショータっていうのはダメだからな。下手こいた。先生、生徒たちに何て言われてるか知ってる？うざけん。知ってたんだ。じゃあうざけん七不思議は？はい。知ってんの？なんてやつ。教えて教えて。一つ、真夜中の学校でさまよう一人ぼっちの少女の霊。あそぼ。何を言ってる。さっさと帰んなさい。追い返したの。二つ目、再び真夜中の理科室で人体模型に話しかけているうざけん。よっ。友達いなさそうだもんね。三つ目は修学旅行のスナップ写真、生徒の後ろにぼんやり浮かぶ地縛れ。うざけんだ。うわいそうだもんね。4つ目、その自爆霊はあらゆる生徒に取り付いた。こっちにもいいんじゃん。こっちにもいる。こっちにもいる。こっちにもいる。こっちにも。全部の写真にうざけんだよ。5つ目の噂は、保健室の青山先生に告ったらしいの。私に。好きです。好きです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 。うわさです。噂。6つ目は、男子更衣室に落ちてたパンツをね。中央部分黄ばみ少々、匂い無臭、中部分やや悪臭。君か。違います。じゃあ君のか。違います。このパンツは誰のだ。君のだろ。ちげえよ。じゃあ君のだ。違います。恥ずかしがるな。待てい待てい。最低。それもさ、コマが伸びきった白いパンツ。あ、パンツ。そうちゃん、なんだよ。しっ、7つ目は、なんだっけ。何だっけかな。ここまででかかったんだけど。ちょっと何よ。知らないのかよ。7つ目はうざけんが受け持った。あ、やめた。思い出すのやめとこ。だってさ、七不思議って7つ全部知ってると不幸になるんだよ。けど7つ目が何か気になるよね。うざけんの七不思議。パンツ。よし、やっぱ今日行くぞ。待って、渋谷。あんな、イケてる中学生ってのは母ちゃんの買ってきた白いパンツなんて履かねえんだ。いいか、渋谷だ渋谷。
柄物のパンツなら駅前のスーパーにも。もうだからそういうことじゃないんだよね。ああ、そういうことじゃねえんだ。行くぞ。そっか、ふざけんなら不思議か。あれ、宇崎先生、宇崎先生。好きです。あのここ最近ずっと体調が悪いようだけど。風邪です。風邪にしちゃ長引いてるようだし、大学病院紹介するか一度見てもらった方が。それとも薬は口実で私に会いたくて保健室に来てたりなんかしちゃったりしてって。おい、あ、宇崎先生、もうお帰りですか。ええ、さよなら。さよなら。宇崎先生、たく、新学期始まったっていうのに早々と帰宅ですよ。でも宇崎先生、やるべきことはきちんとおやりになってるようだし。何考えてるかわからないところありますからね。だからじゃないかな、生徒からうざがられ、七不思議なんてバカな噂立てられちゃって。うん。七つ目は、うざけん七不思議の最後の噂。私が受け持った生徒の話です。卒業した後。卒業した後。青山先生、青山先生。あ、何でしたっけ。あ、骨折。あ、いやいや、ちょ、ここんとこね、蚊に刺されちゃって。あ、そう。ちげえよ、電車電車電車、3回乗り継ぐんだ。それで最後は山手線だね。ああ、だけど山手線は油断してるとぐるぐる回って降りれなくなるから要チェック。渋谷って駅で降りるんだね。ああ、見てろよ渋谷め。で、何着てく。何って。私服だよね。制服じゃダメか。渋谷の街に自然と溶け込むようなイケてる格好のがいいんじゃないかな。お前分かってんじゃん、イケてる格好だよ。イケてる街渋谷歩く、イケてる俺たちな。うん、よし、今行ってやる。パンツも待ってろ。渋谷レッツゴー、アイラブ渋谷。待ってろ俺の渋谷で。パートの送別会で遅くなります。ラッキー。お、なんだ帰ったんだ。お、兄ちゃんも早いね。高校も今日は始業式だけだからな。どっか行くの。あ、ヤマメンチ。遅くなる。なんで。いや、何時頃に帰ってくんのかな。まあ母ちゃんも遅いみたいだからな。ラーメンでも食いに行くか。ヤマメンたちは9時には帰るって言っといて。9時、9時までに返しますから。兄ちゃん、俺にイケてる服をお借りします。あ、これかな。こっち。おい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 、よし。あ、もしもし、そうちゃん。おう、準備できたか。なんだかドキドキしてきた。おいおい、今さらビビってんじゃねえよ。たかが渋谷だぞ。うん、今イメージトレーニングしとこうと思って。おう、それなら俺も電車乗り継ぎはやっていたぞ。イメージトレーニングってお前もしかして。うん、初めてのお使い。日テレかよ。よし、待ってろよ渋谷。
番組はドコモグループ、コカ・コーラ、明治製菓、花王、キャノン、スズキの提供でお送りします。塾か、2年になったら親がうるさくってさ。なんていう塾？紅葉アカデミー。塾なんか行って勉強できんの？陽光アカデミーできるから。本当に？お、竹下同じだ。あ、本当。竹下も今日から紅葉アカデミー。どうした竹下？竹下、紅葉アカデミーじゃなくて陽光アカデミー。しかも俺の名は竹下じゃなくて竹倉。これだから女子ってやつは、女子ってやつは。くっそー、あいつと同じ塾なんか絶対行かねえからな。信方がここだから。あった。何？あの渋谷まで1890円って何かの間違いですよね。間違いじゃない。往復でどうする、やめる。いや、あ、竹倉君。いや、知らなかった。電車の乗り継ぎは完璧予習したんだけどさ、まさか渋谷まで片道1890円なんて、ほら往復で言ってるのな。往復だな。大人料金だからな。何度も言ってるの？うん、渋谷はね。おいおい、悪だな。どんな感じよ最近は。いなかったと思う。え、そういう格好してるやつ渋谷には。俺溶け込めない、渋谷の街に溶け込めない。その格好はやめた方が。分かった、やめた、やめた、やめる。速攻の服だ。リュックに入れれば。そうだな。あ、来た。おい、え、ちょっと待って、ちょっと待てよ。おいおい、いやー、聞いといてよかったよ。せー、あ、これでいいか。はい、竹倉君が一緒に行こうかって言ってくれて安心だね。ああ、ああ、そうそう、次の乗り換え確認しとこうね。うん、まずここすぎるだろ。そしたら次は何が安心だよ。ここ本当に渋谷か？多分渋谷。来たことねえならねえで正直言ってくんなきゃ。来たことはあるよ。保護者抜きでだよ。そうちゃん。お、竹倉君も初めてのお使いだったんだね。だいたい子供同士でこういうところ来ちゃいけないんだよ。今さらそんなこと言うなよ。渋谷駅はあっちだから。いや、渋谷駅はこっちだよ。あっちだよ。こっちだから。あっちだよ。いや、こっちだっつうんから。あっちだ。こっちだよ。いや、ほら、今山手線こっち行ったら、だから渋谷あっちだ。あっちから来たんだよ。あっちだよ。待ってよ。こっちだよ。あ、群青くんだ。群青？わた、トータも久しぶり。おお、すげえ偶然だな。なんでここにいんだよ。ていうか、うちらの学校この近くだし、家も近いんだよ。誰？小学校一緒だったやつ。私立中学合格と同時に都内に引っ越したんです。お、中学受験勝ち組。郡上隼人と言います。竹倉凛です。どうもどうも。いや、素敵な制服をお召しで。何こびてんの。いや、なんとなく。ヤッホー、ヤッホー、いいなぁ、画面。あてか、お前どこに住んでんだ。今あのマンションに住んでるんだ。え、あ、ボロいな。いや、その奥のやつ。え、で、何しに来たの。遠足。遠足？なわけないだろ。なわけねえか。ああ、
ふらりと気軽にショッピングよ。そしたら道に迷っちゃって。それを言うなよ。案内しよっか。結構おけだらけ。お願いします。お願いします。おいおい、ぜひ。あったあった、こっちで。マジパンツ買いに来たの？え、1枚1200円高っ。パンツ1枚に全財産かける気。まあ、見えないところにお金をかけるっていうのがイケてる男ってもんだろ。こんなパンツ履いたら歩き方変わっちゃうかもね。あー、そうだ。 M だと大きいから子供は S だな。子供 S。 こんにちは、いかがですか？あ、この M ください。自宅用でリボンは結構でございます。学校はどう？楽しい？ああ、そっちは？そうだな、すでに大学入試に向けた先取り授業が始まっている中で、国際的活躍を視野に入れた語学と情報リテラシーを身につけるために異文化交流や情操教育が盛んなんだけど、リベラルな雰囲気失われてないから。あ、楽しいのか楽しくないのかどっちなんだよ。さあ、わかんない。学校が楽しいかどうかを大きく左右するのは何だと思う？給食？パンツは？あ、イケてるかどうか。女子じゃないかな、いい女子生徒がいるかどうか。それだそれ。結局は教師の責任じゃないかな。所詮僕たちはまだ中学生、先生による違いは大きいと思うんだ。僕の担任は英語の先生なんだけど。あ、俺らもさ結構大変でさ、うざい専任のネイティブスピーカーもいて、授業ではプレゼンテーションやスピーチやディベートなんかもやらされて。あ、うざそうだね。おかげで充実した楽しい中学生活を過ごしてるよ。もちろん勉強だけじゃないよ。いい友達にいい先輩、それに女子も可愛いしね。でも私立を受験して一番良かったと思うのは、やっぱりいい先生に出会えたってことかな。おい、私立行ってるやつは言うこと違うな。ああ、こ、公立にだっていい先生はいるさ。そうだね、公立とか私立とか関係ない。関係ないさ、大体先生なんてどうなって。大事だよね、先生って。大事だよな。いい先生に出会えるかどうかでこれからの人生が変わる。そう、そうなんだよな。言ってみれば僕たちは今大人への入り口に立っている。スポンジに水が吸収されるがごとく、あらゆる知的好奇心に満ち溢れている。そんな僕たちをしっかり導き、学びの真髄を教えてくれるいい先生に出会うことはすごく大事なことなんだよ。そう思わない？大丈夫？あ担任はどんな感じ？同じ英語の先生だって。あ、大丈夫、全然問題ない。本当？本当本当、全然うざくないし、生徒もうざいと思ってないし、最高だよ。めっちゃいい先生、すっげえいい先生な。うちの先生めっちゃいい先生だよな。ないい先生だよね。めっちゃいい先生なんだよ。あー、疲れた。あ、パンツパンツパンツ、よし、じゃじゃーん。あれあれ、でかい。失敗した。これじゃまるでブカブカ星だよ。俺は何のために渋谷まで。コーチングって知ってるか？コーチング？うん、うちの会社は経営が悪化してるって話だろ。うん、うん、そうだね。そんなとこでカバンをさ置きっぱなしにするのやめてって言ってるでしょ。朝からカレーかよ。もう気がついさっさと食べなさい。寝ない。コンサルティング会社が入って
コーチングっていうのは始まったんだよ。何コーチングって、うん、社員の再教育っていうか、これ読むとな、ダメな社員が素晴らしい社員に変わるって。何お父さんがダメな社員をコーチングするの？一応課長だしちゃんとやんないとさ、リストラされちゃうからね。嬉しそうに言うなよ。親父、勝手に切んだよな、トレンチコート。俺歓迎会の衣装なんだぞ。歓迎会の衣装？もうめぐれ警部やるんだ。人のもん勝手に切んだよな。あー、こんなしわくちゃになっちゃう、京都さん。え、ごちそうさま、行ってきます。ねえ、残さない、食べなさいよ。お母ちゃん、いいからアイロンかけてよ。もうそうだ、群青くんから僕の携帯にメールが来たんだ。ああ、渋谷で会ったあいつ。僕たちの担任の先生に会いたいって言うんだよ。は？ほら、担任の先生のことすごくいい先生だって言っちゃったから、そんなにいい先生なら会ってみたいって。私立行ってるやつの考えはさっぱり読めないな。わざとだよ。こっちが思わずいい先生だなんて言ったの嘘だって見通して、わざとこっちが困るようなこと言ってきたんだよ。そうなの？そうに決まってるよ。松木はなんて？それが探してんだけどいなくて。まだ来てないのか？カバンはあったよ。どこ行ってんだろう。どうしよう。行ってやろうじゃねえの。誰かよ学校で。ああ先生連れて兄行ってやろうじゃねえの。群青め、ちょ落ち着けよ。行ってやろうとか。お、あのな、分かるか、俺らの先生ってうざけんだぞ。うざけん連れてってどうすんだよ。いい先生じゃないってバレちゃう。つうかうざけんが行くと思うか。頼んでみて。合わせる必要ないだろうが。どうせよその生徒なんだし、何を言われようがどうだっていいだろう。どうだってよくない。なんでだよ。頼もう。マスキソーダ1点、英語のテスト1点ですか。そんな点数取るなんてある意味すごいな。わかんないな。なんで群青ってやつと張り合おうとするわけ。小学校の時にね、そうちゃん学校のトイレでうんちをしたんだ。さっきもしてたよ。うん、そうちゃんはそういうこと全然気にしないんだけど、周りがからかって生やしたったんだ。その時群青くんがそうちゃんのことかばってくれて。かばったならいいやつじゃないか。違うよ、あの群青くんだよ。想像してみてよ。え、彼は学校でうんちをしたかもしれない。でもそれは本当にうんちがしたかったからなんだよ。は？許してあげようよ。学校でうんちなんかしちゃって、臭くて臭くてどうしようもない彼だけどさ、それでもそれでもみんなで彼のことを許してあげようよ。ムカついた。今想像したらなんかすんげえムカついた。以来群青くんだけには見下されたくないんだよ。英語1点、俺ってほんといけてね。松木、お前の気持ちなんとなく分かったよ。え、どうやって叩きのめすよ。は？群青だよ。なんか作戦でもある？いや。あ、何それ。父ちゃん、なんかダメな社員が素晴らしい社員に変わるとか言って、それその手でふざけんがいい先生に変わればいいんだよ。え、コーチング。そうだよな、今のうざけんを群青に合わせてもうざいって思われるだけかもしれないし。松木、コーチングか。松木聡太、問題に答えなさい。あの、問題って？黒板にでっかく書いたろ。すぐ消したけど。
わからないか？わかるわけないだろ。それじゃあ1点しか取れないのも当然だな。あ、須崎先生。はい。はい、大学病院予約取ったから。え？校長にも言われちゃいましたよ。去年度の健康診断も受けてないようだし、最近顔色が優れないようだし。あの、これちゃんと検査を受けたら私と映画に行ける特典付きなのだ。じゃ、聞いてたのか。いや、よし。先生、ちょっといいですか？何か用か？そうちゃん、これお前が言え。いや、お前が言え。言い出してもそっちだ。そっちだ。用がないなら帰るぞ。あの、これを先生に。コーチング？それを読んでいい先生になるのはどうかなって。いい先生？いい先生になりたくないですか？私はいい先生じゃないというのか？いや、マジやべえ。怒ったかな。いや、でも事実だし。あ、事実だな。よし。はい。そうか。だったら変えてくれ。え？私がいい先生じゃないというなら、私をいい先生に変えてくれ。コーチングというのはそういうことだろ。いや、だからこれを読んで。君が変えるんだ。君が、君たちで私をいい先生に変えてくれ。なんか話の方向が面倒くさいとこ行っちゃったような気がするんだけど。僕たちで先生を変えるなんてどう思う？ディカプリオよりジョニー・デップだよ。なんで？ジョニー・デップの方が絶対気深いし、男はやっぱ毛が生えてないと。毛か。ヒゲとか胸毛とかさ、セクシーじゃん。お土産なんかあったら最高。あたしたまんない。ミルコ調子見られる。調子はの天気でいいよな。本当だよね。竹倉くん、何してんの？え？別に。よし、映画行ってその後どこに連れて行ってやろうかな。洒落た店に行ってめくるめく夜を過ごさせてやるか。井の痛みは1ヶ月前からですもんね。はい。ご家族は？一人です。ああ、そうですか。うん。何か問題が？終わった？じゃあ行こう。今から急げば5時の会。ちょっといいか？詳しい結果は後日出るわ。お前どういう関係だ？だから同じ学校の教師。将来のこととか考えたりするの？何を言い出すか。お兄ちゃんが思ってるような関係じゃないの。まだ今のところは。惚れてんのか？向こうがね、好きですって噂だけど。須崎先生、はい、よく頑張りましたね。じゃあ行きますよ。今日やめておきませんか？は？
私がいい先生じゃないというなら私をいい先生に変えてくれ。ここまではドコモグループ、コカ・コーラ、明治製菓、花王、キヤノン、鈴木の提供でお送りしました。非学級と最上級は分かったな。はい。では例題を出そう。ふざけんの。どこをどう変えればいいか。君よりも背が高い。ジョン、週一で渋谷に行ってるジョンだ。ジョン・イズ・トーラーザン・ユージョンは君よりも足が速い。ジョン・ランズ。ジョンの野郎、足も速いのかよ。ラン・ユウ。ジョンはクラスで最も背が高い。ジョンにかなうやつはいねえのかよ。ザ・トレスト・イン・ザ・クラス。ジョンより背が高い。トム、トムがいたじゃねえか。成長期だもんな。トム、どんどん伸びろよ。トムはクラスで最も背が高い。やった、すごいぞトム。松木聡太。あ、神永由衣。高井源太。教え方が良くなった。ああ、ふざけん俺らに変えてくれなんて言いながら自分で変わろうとしてんだよ。だって何の勉強もしてない俺が20点取ったんだぞ。1点から20点、いきなり20倍だぞ。分かりやすい授業にしたんだよ。変わる努力してんだよあいつ。そうかな。そうだよ、絶対そうだよ。マラソン大会の出場者を決めなければならない。シャラップ。誰が立候補はいないか。何も1位になれとは言ってない。最後まで走ること、やり遂げることが目的だ。特に走るのが苦手というやつは思い切って挑戦してみろ。はい、やります。どうしたんだよ、わた。お前がマラソンなんて。ウザケンを見てたらつい。ウザケンマジックか。やっぱりあの先生以前と変わったような気がする。やっぱそうだよな。そうかな。そうだよな。え、絶対そうだよな。映画のチケット、結局あの日行かなかったから。誰か他の人を誘ってください。宇崎先生だから誘ったんです。でも迷惑だったか。誘われてすごく嬉しかったですよ。嘘。そんな風に見えないところが私なんです。心の声は喜んでたんですけど。心の声、やっぱり言葉にしなきゃダメですね。意外と簡単なことなんですけどね。じゃあ改めて。はい。しゃあ。ねえ、これさ、やっぱ変じゃない？え？子供っぽくないかな。どうかな。可愛いよ。え？その髪型似合ってる。俺は好きだな。竹下君。はい。うわあ。おいおい、やっちまったな。やっちまったよ。へえ。ていうか田中美里子に気があったわけ。僕は薄々感じてたよ。え？
知らなかった。でもなんで？ウザケンを見てたらつい。恐るべしウザケンマジック。やっぱり変わったような気がする。ウザケン。ああ。ここからは本田とご覧のスポンサーの提供でお送りします。私が変わった？はい、はい、先生この調子でもっともっといい先生になって俺たちと一緒に渋谷に行きましょう。渋谷？あ、友達が先生に会ってみたいとか言うんで。どういうことだ？話せば長いんですけど、小学校の時こいつは学校でうんちをしちゃったんです。そっから話すの？てかなんで知ってんの？群青にだけは見下されたくないんだろ。群青？私立に通ってる友達です。充実した楽しい学校生活を過ごしてるって。それは担任の先生がいいからだって。そう言われてついこっちも。そう、そういうことだったのか。でも先生の方から変わろうとする努力してくれて俺たちもなんか嬉しいっていうか。私は変わってないが。え？変わる努力などこれっぽっちもしていない。そもそも私は自分を変える気なんてないから。そんな言ったはずだ、君たちで変えろと。努力すべきは私ではなく君たちの方だろう。それじゃあ先生は何度も言わせるな。私は自分で自分を変える気は一切ない。わかったか？じゃあ責任は、教師としての責任は。どういう意味だ？楽しい学校生活を送れるかどうかは結局は教師の責任じゃないかな。所詮僕たちまだ中学生で先生による違いは大きいと思う。いい先生に出会えるかどうかでこれからの人生が変わる。誰が言った？え？結局は教師の責任だと誰かがそう言ってたか？いや、それとも今のは自分の考えか？自分の考えじゃないならその考えはどこから来た？新聞にでも載ってたか？それともテレビか？それとも群青という子の受け売りか？群青という子の考えなんだな。君の主体性はどこにある？君は群青という子の先生がいい先生だからと言われたことで君も張り合うかのように私のことをついいい先生だと言ってしまった上に群青という子の考えをあたかも自分の。もういいですよ、分かりました。私の話を最後まで聞かずに分かったというのか？分かりましたよ、先生がうざいってこと。先生やっぱりうざいです。いい先生じゃない。いい先生じゃないなら帰ろよ。何度も何度も同じこと言わせんな。いいか、私は自分を変えるつもりはない。自分で自分を変える気は一切ない。それでも君たちが本気でいい先生に出会いたいというなら君たちで先生を変えろと言ってるんだ。わけわかんねえよ、何なんだよ一体。勝手なことばっか言いやがって。あんなやつ一生叫んだよなあ。うざけん七不思議ってあったろ？ああ。七つ目の噂どんなのか知ってる？うざけんが受け持った生徒の話。卒業した後うざけん恩師としたい素晴らしい先生だと今でも尊敬している。うざけんのことすっごくいい先生だって。噂だろ？そうだけど。ウザケンの七不思議？単なる噂ですよね。どう思いますか？どうして私にそんなこと？五つ目の噂でウザケンが青山先生のこと好きだって。あ、それに先生付き合ってるみたいだし。いやいやいや、本当なんですか？どうなんです？私の口から言わせる気？教えてください。いや、
単なる噂じゃないと私は思ってるけど、いやなんていうか火のないところに煙は立たないっていうか、 あとちょっと待っててね。いらっしゃい。今なんつった？いらっしゃい。呼ばれたよな。カーテンの向こう、ベッドだよね。別のことまで教えてくれようとしてんのかな。別のことって何？しまった。何？こちゃまパンツだ。はあ？何こそこそ言ってんの。早くいらっしゃい。はい、はい、お邪魔します。見せてあげる、君たちだけに。ありがとうございます。ほらここ落書きが残ってんの。落書き？私が赴任した時にはもうあったから、それ以前の生徒が書き残したものだと思う。先生に対する思い、宇崎先生にはまだ言ってないんだ。もちろん他の誰にもね。言ったら消されちゃうでしょ。こういう落書きはそっと残しておいてあげたいなって。宇佐健ありがとう。なんかさ、過去になんかあってさ、白から黒に変わったとか、宇佐健もそういうんじゃないかな。トラウマがあるってこと？そうそう、それで自分ではどうしようもないから俺たちに何とかしてくれって。だとしたら？だとしたら、たけしーたくん。で、なんだっけ。ああ、だとしたら、うん、だとしたら宇佐健七不思議の七つ目の噂は本当なんだね。ああ、昔の宇佐健はすげえいい先生だったんだよ。冗談じゃねえよ。そうちゃん、そんな許せっかよ。何ムカついてんだよ。だって想像してみろよ。昔はすっげえいい先生だった宇佐健と、今の俺らに対する宇佐健の態度。え？先生！宇佐健先生！はーい！先生！何の用だ？宇佐健先生！なんだい？何でも言ってね。先生！何の用だ？宇佐健先生！何でも言ってね。先生！何度もやらせんな！分かった。お前のムカつく気持ちは分かったよ。つうかありえないよ。宇佐健のいい先生。そうだ、保健室の落書きだって誰が書いたか分かったもんじゃねえよ。宇佐健が自分で書いたんじゃねえの。でかっ。まだでかいよ。もうちょっと太んなきゃ。てかなんでこの俺がさ、この新しいパンツのために太んなきゃいけないんだこの野郎。ごめんよ。ごめん、イケてるパンツだもんね。でもでかいんだよこの野郎。キックこの野郎、 M サイズ、この野郎、どうした？おー、この野郎、 M サイズ、この野郎、何やってんだよ。入る時ぐらいノックしてよ。電話だってさ。大丈夫かあいつ。電話どこ？どこ？いやいや、コキ。どっかしらね、その辺ないの？てかもう早く携帯買ってくんない。今時家の電話使ってんの世界で俺だけだから。もうどこにあんだよ。お父さん知らない？あれだ、お父さんもリモコンと間違えちゃってるよ。もう勘弁してよ。もしもし、僕群青だけど。あ、ごめんね家にかけて。綿の携帯は聞いたんだけど君教えてくれなかったから。あ、今平気？ああ、ほんで？やだお父さん、寝ながら変しないでよ。もしもし、大丈夫？何？大丈夫ですか？バイオリンやってる先輩がね、君の学校の卒業生だったんだ。3年の時の担任がやっぱり英語の先生で、
今は2年生を受け持ってるはずだって言ってた。君の担任だろ。宇崎先生、会えないかな。先輩も久しぶりに先生に会いたいって言うし。会おうよ。宇崎先生には先輩が連絡するって言うから。いやいや、それはそっちが連絡取ってくれる。ああ。じゃあ頼むね。よろしく。いや、ちょっと、ああ、もう最悪。ソータ。おい、ソータ。あ、悪い。親父がリモコン知らねえかって。兄ちゃん、一緒のお願い、聞いてくれる？無理。やっぱ絶対無理。俺が宇崎先生の代わりなんてやれっこねえし。しかも何でかグラサンにトレンチコートだし、その上会うのは卒業生だし、顔見たら一発でバレちゃう。大丈夫だ、卒業してから何年も経ってるから。もうこれだから厨房は。俺は高校生だぞ。どっからどう見ても30過ぎる親父は見えねえだろうが。あ、ごめん。先輩少し遅れるって。宇崎先生ですか。はじめまして、郡上です。宇崎です。コーヒー。はい。クリームソーダ。はい。アイスコーヒー微糖で。はい、かしこまりました。なんか違うな。先輩の話を聞いた感じだと、もっと年上でおじさんのイメージがあったんだけど、全然若くてかっこいいですよね。毎日キラキラ輝く子供たちと過ごしていると、年々こちらも若返りますと言いますか。キラキラ輝く子供ですか。ええ、特にこの松木君は誰よりもキラキラ輝く子供で。先生、あ、すいません、先輩来たので見てきます。帰って。ん？先輩が来る前に早く帰って。もうあなたは適当なこと言っとくから。アイスコーヒー微糖は。いいから早く。だっバカなことさしやがって。あ、これ先生が置いていったって言っとけ。兄ちゃん頑張れよ。厨房、兄ちゃん100円かよ。どこ行ってたんだよ。宇崎先生はなんか急用できちゃったみたいで。これうちらの。先生帰っちゃったのか。あ、佐伯先輩、あ、すいません、なんかせっかく来てもらったのに。あ、いや別に君が謝ることじゃないよ。いや本当すいません。じゃあこれで。聞きたいことあったのにな。保健室の落書き先生見てくれたかどうか。何のこと。あ、そういうことは、その佐伯先輩があの落書きを。じゃあ本当なんだ。わかんねえ。よくわかんねえから調べてみるか、ふざけんの正体。うん、徹底的に暴いてやろうぜ。さよなら。どっち行ったんだろう。まあこれといって何もなかったな。もう終わりかよ。え、ねえ向こう。お、ふざけんだろ。なんか変だよ。でも死な。誰か呼ばなきゃ。おい、救急車、救急車だ。先生大丈夫。先生、先生しっかりして。しっかり。先生大丈夫。先生、
君たちが救急車呼んでくれたんだって。宇佐健は眠ってる。大丈夫なんですか？大丈夫けどすごい血が。ああ鼻血じゃない？あの転んだ拍子に鼻ぶつけちゃったとか。あ、女子生徒の体操着拾って興奮して鼻血ブーとかね。何言ってんすか？どうしてごまかすんですか？ごまかしてなんかない。俺らが子供だから。鼻血ブーとかふざけやがって。そうちゃん本当に大丈夫なんですか？先生大丈夫、ちょっと弱歩くしただけだから。本当大したことないから送ってくよ。いいです。じゃあタクシー呼ぶね。自分たちで帰ります。じゃあお家の方に連絡入れとくよ。心配してると思うから気をつけて帰んなさいよ。そうた、そうた、大丈夫？何が？先生倒れたんだって。歩夢先生から連絡いただいたの。でも心配いらないって。あんたたちが心配することがないからって歩夢先生が。別に心配なんかしてねえよ。うん、じゃあご飯食べなさい。あんたの大好きなオムライス作ったから。食べんなよ。ああ。そうた、お父さんです。うっせえな、心配してねえつってんだろ。電話。うちも青山先生からお母さんに電話があったよ。聞いた？宇崎先生しばらく入院するって。あ、そう。先生そんなうざいのが言えなくてさ。大したことないって言ってたけど先生の様子普通じゃなかったよね。宇崎先生はご家庭のご都合によりしばらくお休みします。先生が今後担任代理です。ご家庭のご都合って何ですか？君たちが気にすることじゃない。出席取るよ。阿部和也。はい。伊藤裕樹。はい。宇崎先生が公にしてほしくないようだし、生徒がお見舞いに殺到しても困るしね。殺到するわけないと思うけど、みんな宇崎のことなんか。君たちも宇崎先生のことやっぱりうざい。そりゃちょっと不愛想なところがあるかもしれないけど、先生にだっていいところいっぱいあるはずよ。あんな落書き残す生徒がいるんだもの。きっと内心では生徒のこと一生懸命考えてる。言葉にしないだけで誰よりも生徒のことをすごく思ってるんじゃないかな。男子スタート位置に集まって。どうした？また見てくる。何も1位になれとは言ってない。最後まで走ること。特に走るのが苦手というやつは思い切って挑戦してみろ。おい何やってんだ、もう始まるぞ。僕頑張る。え？マラソン大会最後まで頑張る。先生のために走るよ。それでは位置について。よー、ゴールしてるぜ。遅くねえ、あんた途中で棄権してんじゃねえよ。さ
最後まで頑張るって言ってたよ。え？うざけんのために。うざけんのために。ああ、あ、来た。わた、頑張れ。わた、ほらほら、行け行け、ゴールゴール。わた頑張れ。やったの私、うざけんなんて呼ばれてるけど先生は誰よりも生徒のことを思ってるって。だから一生懸命マラソン大会先生のために頑張ってたよ。それは筋違いだな。え？青山先生はどうして今の職業を選んだんです？あ、私は大学の就職相談で勧められて、気さくな君ならぴったりだって。私すぐその気になりやすいからさ。私は中学時代素晴らしくいい先生に出会ったのがきっかけです。英語が苦手だった私のことをいつも気にかけてくれた。私の質問にも丁寧に答えてくれた。へえ、いい先生ですね。いや、最初からいい先生なんて存在しない。気づいたんです。なぜ私はその先生をいい先生と思ったか。なぜですか？学ぼうとする者にだけそれは現れる。私は彼らが私のために頑張ることを望んだわけじゃない。ただ気づいてほしかっただけです。いや、だからさ、ふざけんのために頑張るっていうのは何か違うような気がするんだよな。何が違うんだ？よくわかんないんだけど、違うような。せっかく頑張ったのに否定すんなよ。そういうつもりじゃねえよ。じゃあどういうつもりだよ。いいよ別に、喧嘩しないで。マラソン大会に出場したのはうざけんがいたからだろ。だからそのうざけんのために最後まで走ってやろうと思ったんだ。それは何がいけないんだ。いけないなんて言ってないだろ。違うって言ったじゃないか。だからそれはやめてよ。あの、これ俺？ちょっと待って。違うような、なんだろう。ももりんがね、応援してくれたんだ。竹下くんなら結構いいじゃんとか言ってさ。あ、ももりんわかる？ああ、いつも一緒にいる子だろ。そうそう。あ、そうか、そうだったんだ俺。しまった。ただいま。おかえり。修学旅行オーストラリアなの。コアラね。環境保護について学んでくるんです。あ、コアラでしょ。郡上。あ、おかえり。おかえりじゃなくて、なんでいきなり。いや、親戚のとこまでに届け物があったんで近くまで来たんですって。話したいこともあったし。話したいこと。でもいきなりじゃないのよ。きちんと事前に私のとこ電話くれたのよね。携帯の番号わからないから。あ、携帯持ってないのかな。あ、私の番号教えておきましょうか、ね。いや、いいから母ちゃんも。はいはい。あんた直しといたわよ。ほら、渋谷まで行って買ってきたパンツ。なんだよ。この子ったら見て、これ、こんな大きいの買ってきちゃったら間違い。いいから、もうもう稽古食べて、まあ、ゆっくりね。あ、そうだ、兄ちゃんはまだよ。
こっち、お邪魔します。おお、結構綺麗だね、洒落てるし。まあな、高校合格した大家にリフォームしてもらったんだ。高校合格？え？あ、いやいや、まあここだけは我が家の異空間っていうか別世界っていうか、なんて言ったってフローリングだからな。滑るから足元気をつけろよ。うん。こっちは何？あっ、物置？ちげえよ。で、話したいことって何だよ？宇崎先生のこと、君がすごいいい先生だって言ったの本当は嘘じゃないかなって。こっちに対抗してムキになってるだけじゃないかなって。だったらちょっと困らせてやろうかなって、わざと言ったんだ、先生に会わせてほしいなんて。お前ごめん疑ったりして。佐伯先輩が言ってたよ、宇崎先生はすげえいい先生だって。担任でよかった、感謝してるって。君の言ったことは嘘じゃなかったんだね。本当疑ったりしてごめん。うん。佐伯先輩が言ってたよ、宇崎先生はすげえいい先生だって。何してんの？会社のな、例のコーチング、なかなか難しいな、人を変えるっていうのは。うまくいってないんだ。同じことをやってもどこに主体があるかなんだよな。主体？主体性の問題なんだよな。ものの見方を変えるっていうか。どういうこと？うん、あ、いいから早く寝ろ。いつまで起きてんだ？あ、はい。おはよう。あ、おはようございます。私ちょっとトンチンカンのこと君たちに言っちゃった。宇崎先生はそうじゃなかった、気づいてほしかっただけだって。え？先生をいい先生に変えろって言われたんでしょ？ああ、はい。変えることできた？ああ、いや、俺たちからすると少し変わったような気がしたんですけど。そう、じゃあ、あの、学ぼうとする者にだけそれは現れる。少し変わったっていうのは本当だと思うよ。気づいて欲しかっただけ。私がいい先生じゃないというなら、私をいい先生に変えてくれ。自分で自分を変える気は一切ない。それでも君たちが本気でいい先生に出会いたいというなら、君たちで先生を変えろと言ってるんだ。少し変わったっていうのは本当だと思うよ。変える努力などこれっぽっちもしていない。主体性の問題なんだよな。ものの見方を変えるっていうか。それじゃあ一点しか取れないのも当然だな。学ぼうとする者にだけそれは現れる。俺か。ああ、これだ。
分かった、分かったよ、ウザケンの正体。え、ウザケンの言ってる意味分かったんだよ。先生は君たちで先生をいい先生に変えてくれと言ったけど、自分で自分を変える気は一切ないとも言いましたよね。それって先生は絶対に揺るがないってことですよね。なのに俺は先生が変わったような気がした。ああ、私が変わったと勝手に勘違いしたんだ。二つのテストを比べてみたんです。最初1点を取った時、俺は授業なんてまるで聞いちゃいなかったけど、20点を取った時、俺は先生のどこをどう変えればいいかを考えるために先生の授業を真剣に聞いたんです。僕も真剣に聞きました、先生の話。俺も自分から先生のことを気にかけた。つまり変わったのは俺たちの方だった。先生が変えろと言ったのは俺たちのことで、変わらなきゃいけなかったのは俺たちの方で、先生はそのことに気づいてほしかったんじゃないんですか。生徒は先生を選べない。学校を選ぶことはできたとしても先生まで選ぶことはできないだろう。覚えておくといい。この先どんな先生が君たちの前に現れようと、今気づいたそのことを、学ぼうとする者にだけそれは現れる。ああ、結局学ぶべき師というのは学ぶ側の心にかかってる。要するに先生がいい先生かどうか、その答えは君たちの中にあるんだ。先生、いつ戻ってこれますか。早く戻ってきてください。俺ら気づいたばっかで、まだこれからなんですから。そうそう、せっかく気づいたのに、このままじゃいけてねえ自分で終わっちゃうよなあ。いけてねえ自分。あ、君は自分がいけてないと思ってるのか。まあどっちかっていうと。君たちもどっちかっつうと。そう、君たちはいけてないのか。自分の情けなさを知ってるってことはな、君たちはもう子供じゃない、大人の入り口に立ってるってことだ。だったら君たちを子供扱いしないで正直に話そう。私の病状についていいかな。大丈夫だな。私は先生はもうすぐ死ぬ。元気になることは難しい、手遅れだと言われてる。もう学校に戻ることはないだろう。二度と教壇に立つこともない。奇跡が起きない限り いつか言ってたよな、もっともっといい先生になったら一緒に渋谷に行こうって。悪いな、行けなくて。一緒に行けなくて。いい先生になれなくて悪かったな。自分の情けなさを知ってるってことはな、君たちはもう子供じゃない、大人の入り口に立ってるってことだ。だったら君たちを子供扱いしないで正直に話そう。私は先生はもうすぐ死ぬ。じゃあ、
せたいことがあってさ。何？宇崎先生のことなんだけど、お前が言ってた通り、俺お前に対抗して嘘言ってたんだ。すげえいい先生なんで、そんなこと全然思ってなかったのに、ごめんな、嘘ついてごめん。わざわざそんなこと言いに？お前だってわざわざ来たろ。ちゃんと顔見て謝りたくって。けど佐伯先輩はいい先生だって。それは先輩が気づいたからじゃないかな。お前だってそうだよきっと。自分から学ぼうとして毎日頑張ってるから、担任の先生がいい先生だって言える、そう思うことができる。教師の責任なんて関係ねえんだよ。そんなこと言ってる暇があったら自分が頑張りゃいいんだよ。何を言いたいんだかよくわからないんだけど、お前に負けたくないってことだよ。じゃあ、そうた？あ、それともう一つ、いつだったか宇崎先生に会わせた時、あれ実はそうたの兄貴だろ。バレてた、ごめん。いいよ別に、面白かったから。クソ。今度は本物に合わせてよね。ああ、先生がもっともっといい先生になったら渋谷に来る、一緒にさ。そしたらお前に合わせてやるよ。楽しみにしてるよ。おう。どうした？例えばクラス対抗バスケット大会なんてあってさ。ああ、俺の活躍でドラマチックに優勝したり。うん。例えばクラスでいじめ問題とか起きて、ああ、俺の活躍でやっぱりドラマチックに解決したり。うん。そういうかっこいいところを先生に見せてやってさ、先生が俺にとっていい先生だってことを証明してやりたいんだけど。けど俺まだ中学生だし。そうだな、まだ中学生だ。だからちっちゃなことで悪いんだけど、20点を100点にする。確かにちっちゃなことかもな。でもお前が今生きてる世界では大事なことだ。すごく大きなことだ。ここまでは本田とご覧のスポンサーの提供でお送りしました。
そうか、100点を目指すか。俺には奇跡みたいなことだからな。奇跡どころか、そうちゃんの人生に100点はありえない。おい、そういうこと言うか。おい、ごめんなさい。俺も頑張るか。なに、ごめん、もう一回言って。だから違ってたんだ。私のこと気になってたんじゃないの。気になってたのは君の隣にいつもいるモモリン。ごめんなさい。バカ野郎。よっしゃ、開始。先生の予想は60点、よくて70。厳しいね。今までのツケがある。そう甘いもんじゃない。私は信じたいな、奇跡が起こること。先生にもね。もしもし。箱買いしちゃったよ。先生なんて言うかな。うまいか。そうじゃなくて、てか病人がこういうの食っていいのかよ。気持ちだよ気持ち。食うのは俺らだからな。そうか、その傷どうした。いやそれがさ。おい待て、手は生えてるか。はい、はい、今なんつった。毛だって。どこ。胸毛とかヒゲとかもみあげのことじゃないかな。ああおい、ございません。いや厨房はダメだな。よかったよあんたに振られて。え、竹下。はい。けど殴ったの悪かったよ。お詫びに持ってきてからな。は、おい、は、こんにちは。ちょっとやめて。どういう展開だ。さあ行こう。いいの。うん。待って、てれてれ。なんなんだよ。普通さ、毛が生えてるかなんて聞くか。本当やな、女子ってやつは。いいな。何が。いや、なんだよ。竹倉くん、ヒゲ。え、マジ。やった。勝ち組かよ。あれ、竹倉くん、タレだ。タレ。タレだ、どんな範囲。さあ、行こうぜ。ふざけんが待ってる。待ってるかな。待ってるよ。さあ、行こう。待ってよ。邪魔します。先生。あれ、どこ行ったんだろう。間違えた。いや、そんなことないだろう。お、来たね先生。ふざけんは。
先生。保健室の落書き覚えてる？生徒が書き残した先生への思い。私初めてあれを見つけた時、すごい熱血タイプの教師を想像したんだ。私そういうのどっちかっていうと苦手だし、うざそうで嫌だなって。でも先生はそういうタイプじゃなかった。ウザケンって呼ばれてるけど、私は全然うざくなかった。どこにでもいそうな普通の教師で、私ね、先生のサンダルの音結構好きだったんだ。でも二度と聞けないね。こんなことなら言っときゃよかった。結構本気で好きだったってこと言っときゃよかった。100点取ったよ先生。俺100点取ったよ。俺がいい先生だって証明するって約束通り、ほら100点取ったよ先生。俺100点取ったよ先生。見てよ、100点取ったんだって。先生見てよ先生。先生、俺ら先生に会ったら、今日先生に会ったら言おうと思ってたんだ。宇佐健先生、ありがとうございました。ありがとうございました。どうですか？宇崎先生が亡くなったことを聞いてすぐにメールしようと思ったけど手紙にしました。だって君携帯持ってないし。ねえ母ちゃん、もういい加減さ携帯買ってくんない？パンツ直したでしょ。もうそれとこれとは別次元だよ。問題が早くしないと遅刻よ。はい、いってらっしゃい。おい、あれから君の言ったことを考えてみました。自分から学ぼうって毎日頑張ってるから、担任の先生がすげえいい先生って言える、そう思うことができんだよって。君は結構すごいこと言ったんじゃないかって。僕なりに思ったのは、学校っていうのは一つの舞台じゃないかなって。舞台の上では教師も僕も同じ共演者で、そこで起きることはみんなの責任って言えるよね。そう考えると、学力低下とか教育の腐敗とかいろいろ言われてるけど、教師だけのせいにしちゃいけない。社会や周囲のせいだけでもない。
僕たち生徒も同じ舞台の上にいる共犯者なんだよね。ちょっと難しいかもしれないけど。むずいよ、私立行ってるやつの手紙は。まあまあ最後まで読めって。ちょっと難しいかもしれないけど、君が言ったこと、君って俺な、俺のことな。君が言ったことは一つの教育改革だ。どうよ、意味わかんない。なんで。僕も君に負けたくないから考えたよ。ずっと以前は当たり前のように誰もが口にしていた言葉があったなって。どんな先生に対しても学ぼうという気持ちを失わないため、今こそ必要な言葉。先生は偉い。たとえ幻想に過ぎなくても、そう思うことできっと何かが変わるんじゃないかな。なんか誰もいないの。あ、次の時間身体測定だった。あ、やべやべ、行こう行こう。あ、ちょっと待った、ちょっと待って。何、俺今日お子ちゃまパンツだ。いけてね、いけてね。はい、行くぞ。